コアさんというリクルートで責任者をやってました、領域とタイミング思考の流れみたいなものも教えていただければと思います。では、結果発表の方よろしくお願いします。合否出せって言われたら、まあ、どうもシェンです、こんにちは。はい、ということですね、僕はソワさんというとある有名な方のところに来ました。ソワさん、自己紹介の方よろしくお願いします。はい、人材研究所の代表をしてます、ソワと申します。人事のコンサルティング会社をやってまして、人事担当者とか採用担当者の方々向けにアドバイスをしているものでございます。ソワさんのご経歴という観点で、はい、一番長いのはリクルートで、新卒で入ってですね、15年ほど足掛けいたんですけども、リクルート自体の人事をやってまして、はい、最後は6年ぐらい責任者をやってました。最終面接やったりとか、あ、そうなんです、ね、色々してました。はい、それで今回の企画の趣旨としましては、トワさんの方から面接をしていただいて、で最終的に僕と一緒に働きたいか否かを完璧で大丈夫なので、判断していただけたらなっていうふうに思っております。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。面接の前に言いたいことがありまして、はい、トワさんが、長年人事をやっていく中で、こういう学生なら受かりやすい、もしくはこういう学生は面接受けがいいみたいな優秀な学生の定義を教えていただいてもよろしいでしょうか。そうですね、もちろん会社とか仕事によって違うんですけども、まあ、3つ挙げるとすればですね、はい、1つはまあ自分のことがちゃんと分かっていると、強み弱みとか分かってないとチームプレーにもできないですし、あと自分の弱いところ分かってないと成長もしないんですよね。それが1つで、2つ目っていうのは、自分で自分をこうモチベートする力があるか、これ意味付け力って言ったりとかするんですけど、自分がやってきたことを自分なりに意味付けてやる気になってもらうってですね、まあ、仕事を楽しめる力って言ってもいいんですけども、これが2つ目ですね。で、3つ目が当たり前水準って、ちょっと聞いたことないかもしれませんけども、どれぐらい頑張ったら頑張ったのかとか、どれぐらいやったら自分にとってすごいことなのかっていうのって人によって違うと思うんですね。やっぱりその無意識のうちに自分が持っている物差しっていうんですかね、当たり前だと思う水準っていうのが高い人の方がやっぱりハイパフォーマーというかできる人だったりするので、この辺りを中心にですねやってます。はい、でそれらのまあ要素っていうのが結局発揮される時に大事な要素っていうのは何かっていうと、自分が置かれた環境っていうものを変えちゃいけないと思ってるのか、変えてもいいんだって思ってるのかっていうのは結構大きなところで、今の時代っていうのはもう今の条件なんていうのは全て変えてしまっていいと、変えちゃいけないことっていうのは何もないんだみたいな時代だと思うんですよね。だからこうなんか先輩からこういうふうに言われたとか、上司からこう言われたからといってそれをそのままやってるんじゃなくて、おかしいと思ったら言ってみるとか、ルールだからっていうんで守るんじゃなくて、ルールがおかしいんだったら変える提案をするとか、そういう人じゃないとやっぱなかなか難しいっていうのもあってですね、もう一個付け加えるとすると、何か自分が行動とか発揮するときにですね、環境っていうものに対する考え方っていうんですかね、これも大事なポイントの一つかもしれませんね。なるほど、はい、分かりました、ありがとうございます。はい、ということでそれを踏まえた上で、今から澤さんの方に面接をしていただきます。どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。学生時代に叱ろうというようなことですね。はい、はい、教えてください。はい、学生時代頑張ったことは YouTube 活動です。はい、もともと1000人まで至るまでも結構苦労されたことがいろいろあったと思うんですけど、はい、どんなところが一番の壁だったんでしょうか。はい、はい、壁としてはまず見られないっていうところが一番の壁でした。見られない、はい、そこの領域とタイミング、どういう動画を出せば伸びるのかっていうところが分からなかったっていうところが一番困難としてありました。なるほど、それに対してどんな工夫をされたんですか。はい、自分が全然得意じゃない領域であったりとか、そんなに分からない領域をつまんでもあんまり効果が出ないっていうことが分かったので、はい、自分自身が見たい動画を作ろうっていうふうに思うようになりました。自分自身が就職活動をしてたので、その時就活中に自分が見たい動画って何だろうって思った時に、はい、企業の中の様子だったりとか、こういう面接のブラックボックス化された様子みたいなのを発信できたら面白いなって思ったので、こういうコンテンツを始めました。なるほど、実際それをまあやり始めて、そこからはもう順調に伸びていったって感じですか。目標としては20万人なので、目標達成率としてはすごく低いです。なので結論、順調ではないです。じゃあ次の越えなきゃいけない壁として認識しているものから教えていただきたいんですけど、どんなことなんでしょうか。はい、はい、次の壁としては、まあ、たくさんあるんですけども、一番大きい壁としましては、自分自身にファンをつけるっていうところを課題として挙げています。はい、こういったインタビューであったりとか、はい、企業さんに訪問する企画っていうのは、どうしても企業さんの知名度であったりとか社員さんの個性に頼ってしまう部分が大きくあるので、はい、それだと毎回動画によって再生数が変わったりとかっていう弊害もあるので、はい、自分自身にファンをつけて
どの動画でも再生されるっていう状態を今目指しています、うん、なるほど。自分にファンをつけるためにはどんなことが必要だというふうに思いますか？はい、具体的な施策としましては、動画の至るところに自分自身の、まあ、考えであったりとか、うん、話を受けて自分自身がどう思うかっていうところを編集で使うようにするっていう部分と、あと YouTube はどっちかというと認知を広げるためのプラットフォームだと自分たちでは認識しているので、はい、他のライブ配信アプリ、例えばインスタライブであったりとか、ショールームというライブ配信アプリとかを使って、より濃いユーザーを双方向にコミュニケーションするっていうライブ配信を使っています。なるほど。そこに至るまでの過程というか、なぜそうすることがファンを作ることになるというふうに考えたのかっていう思考の流れみたいなものも教えていただければと思うんですけど、はい、どうでしょうか。ライブ配信と YouTube の一番の違いは、双方向性があるかないかっていうところにあると考えました。ライブ配信の場合は、配信者側、いわゆる YouTuber 側から歩み寄るっていうことができるんですよね。そこに目をつけて、視聴者ノートっていうのをつけて、名前とか出身地を覚えたりっていうことを行ってきました。なるほど、わかりました。では、結果発表の方よろしくお願いします。はい、今もう内定を出すか出さないかとかっていうふうに合否出せって言われたら、まあ三角は出せないっていうことかなというふうに思います。というのは、はい、ダメだっていうことではなくて、わからないっていうことですね。というのは何かというと、やられたことっていうのはわかるし、で実際に上げられてる成果っていうのは一定以上ある、すごいなっていうふうに思うんですけれども、抜けてる情報っていうのが結構いっぱいあるんですね。一言で言うと、どれぐらいそれが難しかったのかっていうことに対する表現っていうのが、うん、YouTuber だと分かることでも、私みたいな YouTuber ないものから見ると分からないっていうのがあると思うんですよね。だから自分の領域と違う人に自分の領域の難しさをどう伝えるのかっていうのは結構これ難しいところで、例えば他の人と比較対象するとか、普通同じようなコンテンツで学生でこういうことやってる人で言うと、これぐらい頑張ってもせいぜい100人なんですよと、だけど僕はこれぐらいやったんで1000人になりましたっていうと、10倍ですか、すごいですねって分かったりするじゃないですか。でもそれが分かんないんですよね。なので結果、まあ、今のこの段階においても最後なんとなくすごいんだろうなとは分かりながらも、それがどれぐらいすごいのかっていうところが分かんなかったの で結局採用って程度の問題なんですね。枠があるので、その枠の中に入るかどうかっていうのはレベル感を結局測るということになると、難易度を伝えないといけないと。で何回かちょっと聞こうとしたんですけどね、今のところの話の中には出てこなかったっていうことだったんですかね。でそれは2つあって、しゅんさんがすごい人だとするとですね、自分は大したことないことをやっちゃってるっていうふうに思うと、そのすごさを伝えるっていう行動っていうのに映らないわけですね。すごいことなんだよっていうふうに思ってなかったら、すごさを伝えようとしないって当たり前なんですけど、能力ある人が陥りがちなポイントって結構そこなんですよね。はい、分かりました。ということは、はい、自分の見せ方みたいなところと伝え方の部分と、どれぐらい困難かっていうところを伝えられるようになったら、はいはい、チャンスはあるかなっていう。であとはもう一個、はい、分からなかったところっていうと、はい、行動はすごい分かったんですけど、どんな思考の流れにこうなったんですかっていうのは聞いたんですけど、結論だけ言ったんですね、うん、なんで思いついたのかって、このプロセスが全部抜けてたというか、大体思考パターンは問題とか課題があった時にそれの原因分析があって、でそれに対する対策をいろいろ考えた中で、これがこういう理由で一番いいと思ったからってことで最後実行することになったアイデアにたどり着くわけなんですけど、ここら辺がやっぱりなかったというか、結局行動パターンも知りたいんですけど、仕事ってどん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 今知性化されていってるわけですよね。そういう世の中においては、どんな思考パターンの人なのかってめちゃめちゃ知りたいわけですよね。でそこを語ってくれなかったら、やっぱりこの思考能力の部分っていうのがわからないので、やったことはすごいんだけども、もしかしたらそれって一発屋かもしれないとか、うん、たまたま思いついたからよかったけれども、それ再現性あるのかどうかとかっていうところっていうのがわからないんですね。だからここの思考パターン、なんでその思考にたどり着いたのか、なんでそういう思いつきに至ったのかっていうところは、何らか思い出して、まあ、どうしてもやっぱ過去のことなんでね、思い出そうとしてなかったら、準備してなかったら忘れちゃってる部分もあると思うので、そこを教えていただけるとすごい再現性あるなというふうに思えた可能性っていうのは高いと思います。はい、しかもそのことを自分自身でまた今から改めて考えることによって、自分自身の活動にも活かせそうなので、ありがとうございます。はい、あ、いえいえ。ということで、おばさんの SNS であったりとか各種リンクは下の概要欄に貼ってあるので、よかったら覗いてみてください。というわけで今日の動画は終わりです。ありがとうございました。はい、こちらこそありがとうございました。